うんち、グーグルのノートフォントにおける表示ツイッター、スナップチャット、ディスコードにおける表示うんこマークとは、漫画や文章で使用するマークの一つで、トグロを巻いた大便の形状をしたマークである。チャーミングな顔が描かれることもある。うんちマークとも言われる。ファントムオープン絵文字における表示ベルナール・ピカールが、描いた、調高視通常、便所で要便をする場合はトグロを巻くことは、 あまりないが、ノグソの場合には、設置面が近いため物理学的にこの形状になりやすい。うんこマークが、とぐろを巻いた形状になったのは、ヤクルトの2006年の、いうんトイレカレンダーによると、江戸時代が起源だとする説が紹介されている。しかし、古くは日本では、柿増紙に、とぐろ状のうんこが描かれ、ヨーロッパでは、ベルナール・ピカールが描いた、昇降紙の絵に、 トグロを巻いたうんこが描かれている。ソフトバンク絵文字、イソウェブ絵文字、ユニコード6.00に含まれている。ユニコードの6.00のバージョンで、うんこマークが U プラス 1F4A9 で取り入れられた。制定時にこの文字の表現について、常用とすべきか問題が生じたが、最終的にリアルな絵文字になった。国際化ドメインに登録する申請が出たことがあるが、 一文字のみという理由で却下されたが、ラオスのドメインでは、プープラというサイトが http コロンスラッシュスラッシュ、うんち、ラというドメインで登録された。これは世界初の絵文字のドメインである。コナンといううんこマークのアイテム収集家のアイドルが存在する。i モードから iPhone に音符マークの絵文字をメールで送信すると、うんこマークになるという問題が発生していた。 これは、i モードの音符の絵文字の外字でのコードと、ソフトバンクのうんこマークの絵文字の外字でのコードが、同じであることにより発生する問題である。ユニコード6.0、0の絵文字でのデータ交換を行えば、このような問題は発生しなくなる。ありがとうございます。